はい。えー、これちょっとね、あのー、緊急で動画撮ってないんですけども。はい。全然、うん。まあ、ストックしてたつけてるって感じなんですけど、はい。ええー、まあ、昨今ね、オリンピック、面白いですね。いろいろ話題になってますよ。まあ、いい意味でも、悪い意味でもって言ったらあれなんですけども、ね。えー、日本人選手のあ、メダルラッシュもあれば、ちょっとなんか、えー、これどうなみたいな、誤信騒動とかね。 うん、いろいろありました。えー、柔道のルーレットがなんかチープすぎるみたいな話題になったりとか。まあまあ、あのー、いろいろ今、ね、みんなが見てる注目度高いオリンピックなんですけども。でもスポーツだけじゃないぞっていうね、オリンピック、もっといろいろあります。はい。今日はですね、あのー、いろんな種類の、いろんなジャンルのオリンピックを僕が勝手に開催しますので、えー、それの、 予選ですね、今日。まあ、決勝トーナメントはまだ後日やりますが、<laughs> 今日は予選ということで、はい。どんな人が出場して、その人が予選を勝ち抜くのか、負けてしまうのかっていうのを発表していきたいと思います。はい。まずはですね、福屋オリンピック。ね。福屋さんです。福屋さんにおける定員、福屋の定員がオリンピック出場した時の、ね。どんな定員が勝ち抜くかっていう予選を、これ発表します。まずは、 試着室から出た時に素直な感想でめっちゃ褒めてくれる店員。うん。これいいですね。これ予選勝ち抜くんじゃないですかいや、やっぱなーって言ってもね、まあ、友達と行くにしろ、一人で行った時とかもそうなんですけど、やっぱ、じ似合ってるかどうか気になるっていうね。うん。ちょっとはね。いや、それは自分の好きな服着たらええねんけど、ちょっとは人にどう見られてるか。 しかも、今日会ったばっかりの人にどう思われてるかっていうのは、服屋の店員さんが試着室から出た時の客を見て、いや、いここがいいですって、素直に褒めてくれるのめっちゃ嬉しない。うん。いや、なんか、嘘臭い言葉で言ってくる人は、まあ、いやいや、もうどうせ、商売やからそう言ってんねやろってなるんですけど、この、素直な言葉で感想めっちゃ褒めてくれる店員。これかなりいいですよね。はい。めっちゃ嬉しいです。どうか。 自分が広げた T シャツをこっちに罪悪感を感じさせないような手つきでさらっと畳み直してくれる店員。ああ。これめちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃ嬉しいです。あのー、やっぱね、T シャツ畳んで陳列されてあって、こう、広げてこう見るのが、うん、やっぱそこまでしないと全体像分からんから広げてみたいんですけど、畳み直されへんの俺らやっぱもう、ね。一応折り目に沿ってやってみるけど、なんか、袖ふわーってちょっと出たりしてもうてんのよ。それを、 店員さんがさりげなくね、畳み直す。なんか、自分が畳んだ後、すぐテンクパーって取って、うわーってやったら、これ、なんか、罪悪感感じるやん。じゃなくても、結構俺を、が、その場を立ち去った後、俺の背中越しに、さささっと気づかれへんぐらいで、いい塩梅でやってくれる店員さん、これは、レオセン突破でしょうめっちゃ嬉しいよ。こういう優しい店員さんいますからね。うん、なんかもう最高ですね。はい。 何かあれば何でも申し付けくださいって言ってきて、何かあるまで一人でゆっくり服みたいのに、その後も自分が手に取った服についていちいち、その色大変今人気なんですよとか言ってくるあげく、その服屋のどこのエリアに歩いても、後ろから動物の森のたぬきち商店のたぬきちぐらいついてくる店員、お前は偉くないので予選敗退でーす。はい。えー、こい予選敗退やな服屋オリンピックで言うと、お前は偉くないので予選敗退でーす。 はい、あのー、さっきのね最初2人の出場者ですか試着室出た時に感想をくれる店員とかは店員として偉いんですよねめっちゃ仕事できるしそうでないといけないからうんでもこのなんかだから自分のペースで買い物したいのに、うん、いちいち喋りかけできてまあまあそれはまだ向こうもそういうビジネスだからええねんけどほんまそのどこい どのエリア歩いても、その、後ろからついてくるんですよ。狸地か、お前、言うて。狸地商店の狸地や。ずっとついてくんね、あいつ。一人で回してるから、接客。うん。っていうような店員は、偉くないので、予選敗退でーす。はい。というわけで、ええー、まぁ、あ、ちょっと侵略できまして、まあお前のこと誰が好きなんてよう言うてて、おま誰おま誰って言ってたんですけど、え、は、ー、い、お前は偉くないので予選敗退でーす。っていうね、お前らっていうのができたんで、ちょっと発表していきたいと思います。靴屋オリンピック。 はい。靴屋さんの店員ですね。試し履きのタイミングでガッツリ膝ついて靴、紐を結んでくれる店員。うわーこれすごいですね。いや、これも申し訳ないぐらいねんけど、めっちゃこうさ、膝まずく形になって、いや、これあれなんですよとか言って、紐結んでくれたりする店員さんおるやん。いや、これなんか誠意感じるな。うん、靴屋としての、うん、誠意、プライド、この仕事が好きなんやなーっていうのがめっちゃ伝わってこれ嬉しい瞬間ですね。これ予選勝ち上がるでしょ。 このシリーズは他のサイズ表記と比べて大きめに作られてるんですよ、みたいなことを教えてくれる店員。うわぁ、嬉しいな。嬉しい。メーカーによってね、ブランドによって、えー、これ26って書いてるけど、これ26.5ぐらいに思った方がいいですよ、みたいな言ってくれると、その日のつま先の違和感とか、もう加味してやけども、結構、えー、商品選び、幅出ますから、こういうのを教えてくれる店員さん嬉しいですね。えー この靴のこのサイズありますかって聞いたらバックヤードまで見に行ってくれるけど、ちょうど俺から見えへんぐらいの資格で外国人観光客に話しかけられて、しっかり立ち止まって接客しやがり、バンズの27.5が俺のとこに届けるのが遅れる店員、お前は偉くないので予選敗退でーすはい。これ偉くないなえ、ちょいちいその、気持ちわかるけど。俺のバンズ遅れとんねん、到着そ。俺の接客中やから今。その、君は。 俺の接客中やから、その、できるだけ俺のことだけ考えて、最短距離でバックヤードから帰ってきてほしいのに。うん。まあまあ、しょうがない。外国人観光客の優しくってのは素晴らしいもっとやねんけども。うん。ちょっと待ってください、みたいに言って、さっき俺の接客してくれよ。靴屋の店員。掛け持つなよ。靴屋の店員が接客を。まず俺や。な接客仕上がり。バンズの27.5。うん。届くもそうなってんねん。 全員、店員もそれ分かってるから、俺から見えへんようなとこでやりよんねん、それ。これ予選入たいですよ。偉くないから。他の、最初言ったら二人偉いよ。うん、まあ、偉いって、偉いとかはちょっとあれなんですけど、店員として偉い。素晴らしい。はい。えー、ジビカオリンピック。ね。これ、ジビカの、まあ、ま、あお医者さんというよりは受付の店員さん。まあ、店員って呼ばせもらいますけど、受付の人。ですね。はい。 帰り際にお大事になさってくださいと丁寧に声をかけてくれる店員。ああ、こ嬉しいですね。いやいや、その、お大事にとかはあるんですよ。どの病院も。お大事になさってくださいっていうちょっとの敬語感というか、うん、この、敬う感じ。これ結構嬉しいけどな。いやいや、お大事にでもめっちゃ嬉しいんですけど、いや気持ちこもってないやん、みたいな人おるやんか。ね。これも予選を確実に1位通過じゃないですか。とか。 出ている薬の種類に軽く触れながら、おすすめの処方の仕方を端的に教えてくれる店員。ああ、これも助かりますね。いやいや、あのー、まあ、あくまで端的になんですよ。この後、えー、薬剤師さんのとこ行って、ですか、薬局、調剤薬局でこう、もらうときにも説明がっつり受けるんですけど、なんか、なんかさ、こんな薬出てるから、こういう症状なんですね、って受付の人も把握してる感じよくないうん、あ、喉痛いんですね、こうしてくださいね、みたいな。端的に言ってくれるのは、めっちゃなんか、 病院来たなって感じし、好きなんですよね。嬉しいです。はい。自備課の受付ですね。え、は、え、い。予約なしで行ったら、予約はされてますかって大声で言い圧してくるて、お前は偉くないので予選敗退でーす。お前ら出るわ、これ。あーいやいや、お前らな。お前ら出るわ、これ。はい。えー、いや、わかんねんで、自ビカで、その、めちゃくちゃ混んでるし。あと、まあ、客の質もな。その、なんやろ。 予約さずに行って、今、十二待ちですとか言われて、十二待ってんのみたいな。うん。で、そこの態度悪い客も確かにおんで、で、え、何分くらいかかるんすかとか言って。ほな、店員も、いや、何分くらいとかちょっとわかんないっすよ。とかいう、ここのやりとり、めっちゃ喧嘩やもんな、ずっと。めっちゃ喧嘩や。で、まあ、その、うん、そういうやりとりを一日中してんねやろな、受付の人って。もう散々知らんこと聞かれてんねやろ。 ああ何分かくるんですかとか。知らん言うてね、とか。予約してこいって。もうだから、その、そのノリはわかんねんけど。一日中断り続けてるってのはわかんねんけど、なんか、いや、その、いず、めちゃくちゃ混んでんねんから、予約し,してこな。スッとは入られへんで、そら当たり前やん。っていうのはさ、当たり前じゃないから、こっちからしたら。優しくしてよ。病院なんか緊急で行くん多いねんから。 体の不調を感じてすぐ行ってんねん。だから予約も間に合ってない。とにかく調べて飛び込む時もあるやんか。電話して繋がらんもあるでしょ。<laughs> 地味が厳しい時あるで、それ。うん。そのノリ。いやいや、これ、うちはこれが当たり前なんで。いやいや、そうやけど、ちょっと優しく言ってや。まあ、そのコンビニでね、お弁当温めてくださいって言ったら、えー、えあの、スリフなんで。っていう言い方やばい人とかいるでしょ。まあ、それみたいなことかな。うーん。予選敗退ですよ、あなたみたいな人は。 まあ、その、耳鼻科オリンピックってのものが存在したらね。えー、パチンコ屋オリンピック。はい。パチンコ屋の店員ですね。床に落ちてる二玉をさりげなく自分の上皿に入れてくれる店員。ういいですね。めっちゃ嬉しい。あれ、めっちゃ嬉しいよな。俺がこぼしたやつじゃない可能性もあんねんけど。なんか、うん、まんべんなくこう、えー、パチンコ台二台やって、間にあった四玉は二玉ずつこう入れてくれるみたいな。あれ結構粋きやったりしますよね。えー、とか。 狭い通路で擦れ違う時に体を大幅に避けてくれる店員。こう嬉しいな。避けてくれへん店員もおるからな。お前店員やんなっていう。パチンコ台って通路狭いですから、パチンコ台とパチンコ台がこう、ね、逆で向き合ってて、間の通路をまあ、人1.5人分かな、通る時にこう、でやってくれる店員はやっぱ、うんうん、やっぱ嬉しいですよ。はい。 ごくわずかな余り玉をお任せで小さいお菓子に変えるときのチョイスが、誰も見たことない無名の小さいクッキーすぎる店員、お前は偉くないので予選敗退でーす。はい。うーん、こんずんの前、くんずん、腹立つな。うん、いや、カントリーマームでええねんて、とか、ハッピーターンとかでええねん。ヤクルトでえ,えねんそね。見たことない無名のクッキー、それほんまに余り玉の中でも余りまくってるやつやろ。うーん。 まあほんま選べるやん。その細かいとこもいい。6玉とかさ。うん。12玉分で、うん。それにしてください。選べんねんけど、まあほとんどの人が、まあめんどくさがってとか、いや、もうお任せで、みたいな感じのノリなんですけど、そのチョイス悪すぎるやつおる。そのチョイス悪すぎるやつおるぞ。焼肉屋のお前盛り合わせとかも気つけろよ。うん。ホルモン盛り合わせとか言うてるけど、それ、うまいホルモン入ってんからな。もうその、早く、 早く消費しないと腐ってしまう、うん、傷んでる肉から順に出すへんから。盛り合わせ系って。店に任せたらな。店に任せるなよ、絶対に。うん。あ、すいません。パチゴラの話でしたね。偉くないから予選会いたいや。頼むぞ。はい。えー、文房具屋オリンピック。ペンなどの小物系もを素早く梱包してくれる店員。ああ、いいですね。こんな一本のペン買っただけで、ねうん、ササササって言ってなんか商品みたいなのある。あれ楽しいしな。うん。 使用用途にあった手帳の棚まで迅速に案内してくれる店員ああ嬉しい、ね、手帳ってほんまいろいろあるから、1ヶ月のカレンダーが見開き1ページになってて使いやすいやつもあれば、えー、もうちょっと書き込みたい人は1週間で1ページみたいなんで、がっつり書ける。日記にも、日記代わりにもなるとか、そういうの全部頭入ってる店員さんに教えてくれる。これも予選大突破ですよね。素晴らしいです。えー 古い文房具屋すぎて、商品レジに運んだら、何の機会も通さずに聞き取りにくい声で、680円って言ってくる。もしかしたら嘘かもしれないて、お前は偉くないので予選敗退でーす。ちょっとすいません。はい。いや、あの、あほんまみたいな。その、レジに運んだらね、商品。そピーとかもないねそれ見ただけで、680円。2個。え、全然全然、なんかこんなやって。680円そうほんまかいな、それ。 <laughs> い,やいや古すぎて文房具屋は信じるけどやそれなんかこの時代にそれ大丈夫みたいなホン六680円怖いですねそのその店の電卓が一番古い時あるほんでその商品でも電卓を取り扱ってるくせに文房具屋でそ,そこの電卓めちゃくちゃ古いボタンも一個一個ギュッて押すタイプの電卓や、まあ、あれさ桁間違うで平気でええー 予選敗退です。偉ラスト。安子オリンピック。生きてるだけで偉いので、みんな優勝です。ありがとう